皆さんこんにちは、ゆうかです。今回はセブンです。プリーン。いろんなことがあって、今回はとりあえずシーンの購入品なんですけど、で、わしじじじん！ツイッターとかでは言ったんですけど、僕シーンの購入品をね、やろうと思って、今の時間が2月14日の5時16分なんですけど、昨日のこの時間ぐらいにシーンの購入品を撮っていて、編集しようと思って、これで繋いで携帯に移動しようと思ったらなくて、この動画が動画が消えていて、これがもうほんと3回目ぐらいなんですけど、でもこれは多分、僕のせいっていうか、乱暴に扱ったら、毎回消えちゃって、もう本当に、明日ともう一回撮ろうってなったんですけど、こんな感じで C の購入品はもう全部開封済みなんですけど、紹介していきます。で、今回が22点アイテム買って、合計14,972円です。はい。でもその初見リアクションではないので、お願いします。まず最初はこちら、スプリーン！この黄色トレーナーです！イェーイ！これが男性文字グラフィックラウンドネックスウェットイエロー XL で1549円です。これを買いました。でも結構その1594円その1549円の生地って感じなんですけど、まあ普通に着ています。こんな感じで、僕あんまり黄色のね、服を持ってなくて、今回黄色を買おうと思ったんですけど、似合うよね、そう。もう本当に今年いろんなものに挑戦しようと思って、こういう黄色派の色物を買っていました。でもこのプリントは結構ツルツル系の結構ツルツル系のあれだし、生地もちょうど春っていう感じの、今回の春夏服イメージです。結構冬は、真冬はこれ無理だろうっていう感じの生地です。ほんとこれめっちゃお気に入りで、普通にこの多分スウェットにも多分合ってるし、半ズボンにもデニムにもいいし、多分学校イメージ、わかんないけど、これで新学期いっちゃおうかな。で、次です。ピーン！このめっちゃ軽くない？これこれが男性ストライプ、ポロネック、プルオーバーシャツなし、ブラック&ホワイト L、2169円です。はい。この白黒の棒、ストライプ？ストライプって縦？わかんないけど、縞模様の買いました。いきまーす。僕、これの、半袖バージョン持ってたんですけど、もっと太い縞模様の、半袖バージョン持ってたんですけど、この長袖も欲しいと思って買いました。プリーン！こんな感じです。はい、こんな感じの、でも結構こうやってパーティー3、パーティー4、みたいな、こんな感じ、アメフト、フットボール、わかんない、そっち系の、に見えるかもしれないんですけど、普通にまあ可愛いよね、これも。うん。多分これめっちゃ僕多分着るので、これシーンだって、思うと思います。でも多分これは多分半ズボンに僕合わせまくって、行くか、デリマでもこれも。半ズボン多分これ似合いまくるよね、多分半ズボン似合いまくる。うん。イェイ。次、こちらです。プリーン！この、グリーンのやつです。イェーイ、この、大丈夫って感じかもしれないですけど、結構多分これ可愛くあった気がします。男性オンブルプリント、ドロップショルダー T シャツ、ブラック XL の2431円です。2231円です。いきまーす。スモーキー、多分スプレッシュってやったみたいなやつなんですけど、そっか、思い出した。あんまりだったっていう記憶でした。ブラックの半ズボンに黒いサンダルとか履いて、みたいな感じかな。はい、そう、これ、プリーン、プリーン、そう、これめっちゃ可愛くて、見てください。プリーン、このシーンのバレンタインコーナーかな、今ちょうどバレンタイン、僕が買った時はバレンタインコーナーです。バレンタインコーナーにあって、このハートのね、めっちゃ可愛くて、これが、これやばい、これ、はい。これが、エグレルレンドサイズ、男性スローガングラフ、ドロップショルダー T シャツ、ブラック 2XL の1310円です。プリーン！こんな感じのハートのね、赤の感じなんですけど、めっちゃ可愛くない？結構、ほら、どう？でもまあ、結構僕っぽくないかもしれないけど、まあ夏はこんな感じでね、ワイルドな感じ。僕って結構無地買う人だったよ。こういうロゴとかはすぐ飽きちゃうからあんま買いませんとか言ったんですけど、普通に可愛くて買いました。だし、そのロゴを決め合わせるのもおしゃれな人になる、近づけると思って。まあ、これもいっぱい持て遊びます。ピーン！こう、そう、これ。このね、シーン、男性、ソリッドドロップショルダー、ノット詳細、ラウンジトップス、ネイビーブルー、XL で、1391円で、このラウンジトップスっていうのがコーナー、多分部屋着みたいな感じなんですけど、こんな感じで、そう、めっちゃジャパンやんと思って買ったんですけど、プリーン、こんな感じで、めっちゃ良くない？ほら、めっちゃ良くない？ほら、どうこれ結構、いらっしゃいませ、みたいな。板前さんみたいな感じの、はい。板前龍が
から言ってるけど、僕日本も韓国好きとか言ってるけど、日本もとても好きなので、その着物を着たいの。僕めっちゃ着物着たくて、その浅草とかで着物着たくて、誰か一緒に行こう、着物着に。まあでも一人でもいいと思うんですけど、はい、これを買いました。なんかダンスカバーとかでも、あのスキズとかこういうの着そうだし、それクーンみたいな、うん、で、そうそこです。ピーン、そこのカバン買ったんですけど、これめっちゃ可愛くて、男性ドローコードクロスボディバッグ、バッグチャーム付きブラック1535円で、そのこういうでかいカバンなんですけど、こんな感じで、あの大きい、あの普通の大きいところと、ちっちゃいポケットがあって、あとまあここにあの4つ、1234ってポケットがあるんですけど、これめっちゃ良くて、そう、え、めっちゃ可愛くない、ほら、どうって、うん、まあ、だからこういうカバン持ってたんですけど、ちょうどなんかあのめっちゃ使っちゃって、あのボロボロになったので買いました。で、そう、これそうこういうね、あの大きいあのうちわとかも入るわけ。うちはもうこんな感じで入るから、その参戦バッグ、その参戦バッグっていうか、まあ、あの参戦バッグっていう単語がね、今あるかわかんないですけど、参戦、あのライブ行く時とか、普通にあの荷物置いてくとか、ちょうどいいと思います。こういうパソコン、僕はあの13インチのパソコンも入るので、可愛くない？こちらスプリン、このサングラス買いました、イエイ。あのこのサングラスは男性スクエアフレームサングラス、ブラック463円で、そのこのスクエアのね、感じのこの彫り、この何、このわかる？こうなんかこれに惹かれて買いました。かけます。なるほど。あのでも本当にあの、え、それ持ってなかったって思うかもしれないですけど、持ってます。これこういうのでもこんなでかいの持ってなくて、うん、うん、普通にこれもこの夏って、この春夏秋冬かけます。そう、あとシーンのサングラスのいいところ、大好きなところは、このねケースがついてくるの、このメガネ拭きも、あ、メガネどっか行ったけど、こういうのがね、ついてくるのめっちゃおすすめで、僕はいつもあの、普通のね、こういうメガネとか使うし、あの、こういうアッキーとかも一緒に入れたらなんか、イエーイみたいな感じで入ります。で、次こちらです。プリーン！この iPhone ケースです。ケースをかわいくて、かわいくない？この猫の、これ猫の普通の iPhone ケースを買ったんですけど、猫パターン、クリア携帯ケース、11 Pro Max、153円です。この今使ってるあの電気屋さんで買った iPhone ケースがちょっとあの、パカパカしてきたので、あ、パカパカしてないけど。嘘つくな！買いたかったので買いました。やっぱりこんな感じ、可愛い感じの、はい。こうやって、ミャオってできます。こちら、スプリーン！あの、めっちゃ怪しい感じかもしれないです。ネックレス買いました。男性ミニマリストネックレス、66円、シルバーです。はい。そう、あの、ゴールドあった気がするんですけど、ゴールド、シルバー迷ったんですけど、シルバーにしました。最近僕はネックレスつけないんですけど、やっぱりネックレス欲しくて買いました。こんな感じの、結構あの僕、本当に僕、あの首が太くて、結構ぴったりすぎるんですけど、はい、こんな感じです。この長さ結構なんか、なー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 みたいな、結構、水島ヒロさんみたいな感じなんですけど、まあ、どう？で、もう一個ネックレス買ったんですけど、こちらです。プリーン！この、キングのネックレス買いました。キングのネックレスが、男性ラインストーン文字ペンダントネックレス金920円です。そう、そのこのね、その、え、それ使うのとかなんですけど、結構あの、そのダンスカバーとかで、このごついネックレスが欲しい時もあったので買いました。しかもあの、ゴールド僕も持ってなかったので買いました。だし、こんな感じでね、つけれるんですけど、あの、これね、あの、こうやってあの、金魚の部分、このチャームの部分が取れるので、もうこれだけでも普通になんか、腰とかにもこうやってできるので、めっちゃいいな。ダンスカバーで使うことが多いですからね。やっぱりほんと僕首太いわ。だってこのさ感じ、あのこのモデルの人はこんな感じでなんか言ったりなんですけど、僕めっちゃ窮屈でなんか犬みたい。でもさ、あまり首にゆとりはね、ないんですけど、まあ、あのつけていきます。ヨーヨー、はい、次こちらピーン、この前買いました。はい、これ本当にやばくて、そうあのこれ僕のインスタの DM にこの何、こういうマイク売ってるから買ってみてっていうのがあったんですけど、本当に教えてくれてありがとう。本当に最高です。1個有線マイク、ブラックワンサイズで168円で、これが、1個有線マイク、ブラック、ワンサイズで、346円で、こんな感じでできるんですけど、めっちゃ良くない？ほら！あっけしたんみ、けしたんみ、うわうわうーって感じ、こんな感じで、はい、喋れて、ありがとうございました。はい。はい、というと、このマイクを下げて、水を飲むっていう仕草も、真似できます。だからこれでこれから、いっぱいアイドルごっこをします。イェイ！もう一個の、こっちの普通のマイクを買いました。まあ、これも普通に、なんか、ミュージック、とかなんかやるときに
これを使います。で、次、ピーン、あの、ただの紙です。イエーイ、あの、この本当にただの紙袋なんですけど、めっちゃ可愛くて、これが3本入り銀ガムプリントランダムカラー文房具収納袋ワンサイズ102円です。あ、僕はそれまだ、あの、何に使うか決まってないんですけど、あの、普通に可愛くて買っちゃいました。はい、で、次にこれです。プリーン、この、あの、トレカケースを買いました。シーンあるあるっていうか、結構あの、この柄が ランダムで揃うので、僕は3個買ったんですけど、フォトアルバム、ランダムパターン1個、ワンサイズ384円で、僕はこの花のやつと、このチェックのやつが出たんですけど、僕はチェックのやつか、水色のやつが欲しかったので、そう。ラッキーと思ってもらえ、あの、あ、よかったです。まあ、この2つはあの友達にあげるんですけど、見て、ここ、見て、可愛くない？ほら見て。めっちゃ可愛いよね。そう、めっちゃ可愛くて、そう。買いました。で、これもう一回、ピーンにもう一個買っちゃいました。もう一個買っちゃって、これはあの、まあね、ボタンと、あの、バインダー系の、あの、ファイリングできる系なんですけど、これめっちゃ、あの、ボタンついてるのめっちゃ良くて、そう。これは、1個、グラフィックプリントランダムフォトアルバム、ワンサイズ、450円で、ちょっとさっきは高いんですけど、このファイルあるあるっていうか、なんかいっぱい全部にこのファイルにカード入れると、なんかパンパンになっちゃって、なんか閉まんなくなっちゃう。まあ、これはわかんないけど、まあ、僕の違うやつが、そう、あの、前買ったやつがそうだったので、このボタンがついてるのめっちゃよく、閉まんないってなっても、まあ、こうやって、まあ、あのボタン閉めれるかなと思って買ったんですけど。かわいいよね、これ。で、これです。ピーこの、ちっちゃいバージョンも買っちゃって、本当に僕何個買うんだって感じなんですけど、ちっちゃいバージョンも、あの、ちっちゃいバージョン買っちゃいました。これがフォトアルバムミニ中からハートランダム1個359円でワンサイズなんですけど、僕はこの黄色こんな感じで、あの、4種類かな、4種類あって、僕は白が良かったんですけど、まあ、黄色も可愛かったのでよかったです。あの、こういう風に、あの、こういう、あの、ちっちゃい照明写真みたいな、こういう、こんな感じ、あの、この画像は僕のインスタの2021年の1月の投稿の、この携帯の画像に、あの、複数投稿の2番目に、あの、まあ、この投稿です。よかったら、あの、インスタチェックして、スクショして、インスタしてみてください。で、これを、あの、入れます、うん。で、こんな感じ、入れて、こんな感じ、ハート、めっちゃ、ほら、めっちゃよくな、こうやってなんか、つけて、はい。イエーイって感じなんですけど。まあ、これちょっと、あの、ちっちゃいんですけど、まあ、あの、さっきと同じ要領で使います。で、次です。ピーン！この、これです。1個、スローガングラフィック誕生日、サッシー、シルバー、ワンサイズ、216円です。そう、この誕生日の時の、この、何このタスキっていうの、これ買いました。でも、その、僕誕生日がね、もう2月5日からもう過ぎちゃったんですけど、買っちゃいました。でも、あの、来年とか、あの自分の推しの誕生日とか祝うときに、まあ普通に可愛いのこれ使ってイエーイみたいな、うん、まあこれ買いました。で、なんと最後大トリコです。ピーン、この雲のカッターです。イエーイ、ずっとこれ欲しくて、でも僕は間違えてあのピンク買っちゃったんですけど、本当は白が欲しかったんですけど、ピンク買いました。1個、雲の形ユーティリーナイフピンクワンサイズ75円で、韓国のアイドルのファンの方が、あの、違うわ、韓国人のファンの方っていうの、あの、わかんないけど、みんなあの、このちっちゃいカッター使ってて欲しいと思って買ったんですけど、あの、あとはあの、人参とか使ってる方もいたんですけど、僕はこのクモを買いました、はい。ずっとこれ欲しくて、でも日本で多分売って多分なくて、韓国ダイソーにあるんですけど、多分ね、多分、これはわかんないけど、そう、やっと買いました。はい、というわけでこんな感じ、シーンでの開封したんですけど、どうだったでしょうか。本当にあの、2回目だったんですけど、あの、まあ、僕、まあ、みんなは初見だけど、僕は2回ですけど、まあ、どうでしたか。一番のお気に入りはこちら、ピーン、これと、あの、これと、あ、全部お気に入り、まあ、でもこれも好き、うん。え、マジこれ本当おすすめ、マジ買ったことなかったら絶対後悔させないと思う。これマジ楽しすぎるもん、こんなの。これ本当おすすめです。じゃあみんな、バイバーイ。おー、危ない。あの、あとこれも買いました。これピーン、この、あの、リボン、あの、完成してるリボン買いました。危ない、これが、ボウノットフェイクタイ、ブラックワンサイズ137円。危ない、これ、そう、これも買ってて、これつけています。こんな感じで使うんですけど、あの、僕はダンスカバーでも使おうと思ったんですけど、普通にまあ私服とか、まあ、あの、使おうかなって思いました。はい、じゃあみんな本当に次こそバイバイ。バイバーイ。